こんにちは、対馬のお魚解体 YouTuber 真心水産ソードです。真心水産の包丁よく切れますねってよく言われますけど、今日は100円ショップの包丁を使って、この4キロの少し傷がありますけどヒラスを3枚におろしてみたいと思います。それでは失礼します。いつも通りちゃんと3枚におろせるはずです。ではいきます。よいしょ。少し包丁を研いでやるときれいに切れますよ。うわ、油が乗ってる。よいしょ。魚が大きいので少し苦労しますけど、基本を覚えていれば100円ショップの包丁でもきれいに切れます。よいしょ、よいしょ。よいしょ。こんな感じで綺麗にさばけました。